バッファロー・セーバーズはアメリカ合衆国ニューヨーク州バッファローを本拠としているナショナルホッケーリーグ所属のプロアイスホッケーチームである。バッファロー・セーバーズは1970年に NHL に加盟した。その前身はあるのバッファロー・バイソンズであり、バイソンズは同リーグで数年の間競合チームとして成功を収めていた。チームの発足は順調で、 オフシーズンの NHL ドラフトでも、全指名順位中、第1位で、後の電動入り選手のセンター、ジルベール・ペローを獲得した。ペローはこの年、新人ながら38ゴール34アシストを挙げて、カルダー記念賞を受賞したが、チームは24勝39敗15分で、イースタンディビジョン5位であった。1971から1972シーズンには、リック・マルタンを、 ドラフトで獲得、シーズン終盤には、ピッツバーグペンギンズからトレードで、ルネ・ロベールを獲得、ペロー、マルタン、ロベールのフランス系カナダ人選手で組んだ、ホワードラインは、ファンから、同名の映画にちなみ、フレンチコネクションと名付けられた。チームは16勝43敗19分で、イースタンディビジョン6位であった。百七十二から百七十三 シーズンにはドラフトでディフェンスマンのジム・ショーンフェルドを獲得、また大ベテランのティム・ホートンが加入してリーダーシップを発揮した。チームは37勝27敗14分で創立から3シーズン目にして初のプレイオフ進出を果たしたが、準々決勝でこの年スタンレーカップ優勝のモントリオールカナディアンズに2勝4敗で敗れた。 1973から1974シーズンはペローが足の故障で8週間欠場ゴーリーのロジャー・クロージャーも水縁でシーズン途中に離脱したさらに2月20日のトロントメープルリーフス戦を終えてトロントからバッファローへ帰宅途中のホートンがセーバーズと契約した際にボーナスとして受け取ったデトマソ・バンテイラで事故を起こして亡くなったホートンは 飲酒運転に加えて鎮痛剤を利用していた。チームは主力選手が欠場する中、プレーオフを逃したものの32勝34敗12分で5位となった。1974から1975のレギュラーシーズン、フレンチコネクションがそれぞれトップ10に入る得点を挙げて、チーム全体では354得点を挙げた。 チームは49勝16敗15分で新設されたアダムズ・ディビジョンで1位となった。プレーオフではシカゴ・ブラック・ホークスを4勝1敗、カナディアンズを4勝2敗で破り、スタンレー・カップ・ファイナルに進出した。フィラデルフィア・フライヤーズとのシリーズではアウェーで連敗した後、歌詞90度の高温の中で行われたホームでの第3戦で延長の末、初勝利を挙げた。 第4戦も勝利し、2勝2敗としたものの、スターゴーリーのバーニーペアレントを擁するフライヤーズの前に2勝4敗で敗れた。1975から1976シーズンには46勝21敗13分でディビジョン2位となった。ペローが113ポイントを上げるなど、フレンチコネクションの3人はいずれも86ポイント以上を獲得した。1月4日に行われた。 ソ連のクリリやソビエトフとのエキシビションゲームでは他の3チームがソビエトフに敗れる中唯一 NHL チームで勝利を挙げた。プレイオフではセントルイスブルースを3勝2敗で破った後準々決勝でニューヨークアイランダーズと対戦2連勝の後4連敗して敗れた。この年加入したダニーグヤが50ゴールを挙げた。 1976から1977シーズン48勝24敗8分でリビジョン2位となった。プレーオフ1回戦ではミネソタノーススターズを一周したが2回戦でニューヨークアイランダーズに4連敗してシーズンを終えた。1977から1978シーズン44勝19敗17分でリビジョン2位となった。プレーオフでは1回戦で ニューヨークレンジャーズを破った後、フライヤーズに1勝4敗で敗れた。1978から1979シーズン、シーズン途中にゼネラルマネージャーとヘッドコーチが解任されたが、暫定ヘッドコーチ就任から7連勝し、36勝28敗16分で、ディビジョン2位となった。プレーオフでは1回戦で、ペンギンズに敗れた。 1979から1980シーズン、毎シーズンまで、モントリオールカナディアンズを率いて4年連続で、スタンレーカップファイナルを制覇していたスコッティ・ボーマンが、ヘッドコーチ、ゼネラルマネージャーに就任した。ロベールが、コロラド・ロッキーズに、トレードされた。チームは47勝17敗16分で、アダムズ・ディビジョンで1位となり、プレーオフでは、バンクーバー・カナックスを3勝1敗。 ブラックホークスを4連勝で破り、準決勝に進んだが、ニューヨークアイランダーズに2勝4敗で敗れた。1980から1981シーズン、ボーマンが GM に専念することとなり、ロジャー・ニールソンがヘッドコーチに就任、チームはペローが22試合で欠場する中、39勝20敗21分で2年連続ディビジョン1位となった。 1981年3月11日に、マルタンがロサンゼルスキングスにトレードで放出された。プレーオフでは、カナックスに3連勝した後、ノーススターズに1勝4敗で敗れた。1981から1982シーズン、ニールソンがカナックスのヘッドコーチに就任したため、ボーマンがヘッドコーチに復帰した。チームは11月を12勝5敗7分で終えたが、 デトロイト・レッド・ウィングスとのトレードの後、ボーマンの代わりにアシスタントコーチがヘッドコーチに昇格。3月半ばに再度、ボーマンがヘッドコーチに就任した。チームが混乱する中、39勝26敗15分でディビジョン3位となり、プレーオフに進出したが、ボストン・ブルーインズに1勝3敗で敗れた。1982から1983シーズン。 38勝29敗13分で、ディビジョン3位となった。プレーオフでは、カナディアンズを3連勝で破った後、ブルーインズに3勝4敗で敗れた。1983から1984シーズン、ドラフト全体5位で、トム・バラスを獲得、彼は、カルダー記念賞とベジーナ賞に選ばれた。チームは48勝25敗7分で、ディビジョン2位となったが、 プレーオフでは、ケベック・ノルディックスに3連敗で敗れた。1984から1985シーズン、ショーンフェルドがチームに復帰した。チームは38勝28敗14分で、リビジョン3位となった。プレーオフ1回戦、ケベック・ノルディックスとの、第5戦では残り9分で5から3とリードしていたが、立て続けに3点を失い敗れた。 1986年3月7日のデビルス戦で、ペローが通算500ゴールを達成した。チームは37勝37敗6分で12年ぶりにプレーオフを逃した。1986から1987シーズン、ペローが最初の14試合で9ゴールを挙げた。11月24日、ペローが引退5勝15敗3分となった12月2日、 ボーマン GM が解任された。チームは NHL ワーストの28勝44敗8、わけで2年連続プレイオフを逃した。1987から1988シーズン、ドラフト全体1位でピエール・タージオンを獲得。タージオンはチーム6位となる42ポイントを挙げた。またデーブ・アンドレイ・チャックがチームトップの78ポイントを挙げた。 チームは37勝32敗11分で3年ぶりにプレーオフに進出、ブルーインズに2勝4敗で敗れてシーズンを終えた。1988から1989シーズン序盤、トム・バラッソをトレードしてダレン・パッパを獲得した。1989年1月27日、パッパが腕を骨折したため、控えのジャック・クルーティエでシーズンを戦った。 3月にワシントンキャピタルズからクリント・マラチャックをトレードで獲得したものの3月22日のブルース戦でマラチャックはスケートのエッジで首上脈を6インチ切る、大怪我をしたトレーナーとチームドクターの素早い救命措置でマラチャックは一命を取りやめ翌日には退院したチームは38勝38敗7分でディビジョン3位となりプレーオフでは ブルーインズに敗れた。1980年代、セイバーズのスター選手には、ペローのほか、タフで勝つ技巧を誇ったマイク・ホーリーニを、ディフェンスのフィル・ハウズリー、左ウィングのデイブ・アンドレ・チャクラがいた。しかし1980年代を通じて、たった2度しか、プレーオフ第1ラウンドを突破することはできなかった。1989年には、ベルリンの壁の崩壊に続いて、 旧ソビエト連邦の若手トップ選手が NHL へと流入したが、セイバーズは前年のドラフトで全体89位で指名したアレクサンドル・モギルニーと契約を結んだ。モギルニーは43ポイントを獲得、タージオンがキャリア初の100ポイントを達成した。チームは45勝27敗8分で、リビジョン2位となった。プレーオフ1回戦でカナディアンズに2勝4敗で、敗れた。 1990年、ドラフト当日のトレードで、ウィニペグジェッツから、デール・ハワーチャックを獲得。彼はこのシーズン89ポイントを上げた。開幕から7試合で1勝も上げられなかったが、31勝30敗19分で、ディビジョン3位となり、プレーオフに、進出、1回戦でカナディアンズに敗れた。1991から1992シーズンも、 開幕から2勝5敗1分とスロースタートであったが、10月25日にアイランダーズからセンターのパッド・ラフォンテーヌをトレードで獲得した。11月16日にラフォンテーヌは顎を骨折し、チームを離脱したが、12月21日に復帰、57試合の出場で93ポイントを上げる活躍を見せた。チームは31勝37敗12分でディビジョン3位。 プレーオフでは、ブルーインズに3勝4敗で敗れた。1992から1993シーズン、ラフォンテーヌとモギルニーが、それぞれ100ポイント以上をマーク。ラフォンテーヌは、アメリカ生まれの選手としては最高の148ポイントを、上げた。モギルニーは、ウィニペグジェッツのテームセラニと並ぶリーグトップタイの76ゴールを、上げ、ラフォンテーヌは53ゴール。 95アシストを上げた。その一方でチームは297失点を許し、38勝36敗10分で、リビジョン4位となった。プレーオフでは1回戦で、第1シードのブルーインズと対戦、4連勝で10シーズンぶりに1回戦を突破した。なお、ブルーインズとの第4戦の延長に、ブラッドメイが決勝点を挙げた時の、ベテランラジオアナウンサー、 ディックジャンヌレの実況、名が決めた、は、リーグの語り草になっている。チームは2回戦でこの年、スタンレーカップ優勝のカナリアンズを相手に3試合で延長まで戦ったものの4連敗で敗退した。1993から1994シーズン、11月19日に、ラフォンテーヌが膝の負傷でシーズン絶望となった。 またゴーリーのグラントファーも膝の手術をすることになり、6週間以上、欠場することとなった。控えゴーリーのドミニク・ハシェックがこのチャンスをものにして、ベジーナ賞に選ばれる活躍を見せた。デビルスとのプレーオフ第6戦でハシェックは70本のシュートを打たれたがシャットアウト、味方もマーティン・ブロデューアからゴールを奪えず、延長5分43秒にマイク・ハナンが挙げたゴールで3勝3敗の、 タイに持ち込んだが、第7戦では敗れた。1994から1995シーズン、NHL は4ヶ月ロックアウトが実施された。ハシックはこの年もベジーナ賞を獲得した。ラフォンテーヌが22試合しか出場できなかったものの、チームは22勝19敗7分で、プレーオフに進出、フィラデルフィアフライヤーズに1回戦で敗れた。 1995から1996シーズン、モギルニーをカナックスにトレードした。チームはこの年33勝42敗7分で、ノースイーストディビジョン合意で、プレーオフを逃した。このシーズンで、本拠地メモリアルオーディトリアムに別れを告げた。1996年5月22日、シーモア・エイチノックス賛成オーナーが亡くなった。シーズン序盤に、ラフォンテーヌが、 脳震とーでチームを離脱、ハシェックがベジーナ賞とハート記念賞を同時受賞する活躍を見せた。チームは40勝30敗12分でノースイーストディビジョン1位となった。プレーオフでハシェックはスポーツライターのジム・ケリーとも見合い、出場停止処分を受けた。控えゴーリーのスティーブ・シールズの活躍で、オタワ・セネターズを4勝3敗で破り、2回戦に進んだが、 フライヤーズに1勝4敗で敗れた。テッドノーランヘッドコーチはジャック・アダムス賞に選ばれたが解任された。1997から1998シーズン、リン・リラフがヘッドコーチに就任した。ハシェックはベジーナ賞とハート記念賞に選ばれる活躍を見せた。チームは36勝29敗17分でリビジョン3位となった。この年、ハシェックは 長野オリンピックに、チェコ代表で出場した。プレーオフではフライヤーズを4勝1敗、カナディアンズを4連勝で破り、イースタンカンファレンス決勝に進出したが、キャピタルズに2勝4敗で敗れた。シーズン終了後、チームは売却された。このシーズン、セーバーズはハシェックをはじめ、エンフォーサーのマシュー・バーナビー、左ウィングのミロスラフ・サタン、右ウィングのドナルド・オーデット、 センターのマイケルペカラベテラン選手がそれぞれの持ち場で力を発揮した。1989から1999シーズン、ハシェックは3年連続6年間で5度目となるベジーナ賞に選ばれた。チームは37勝28敗17分でディビジョン4位、プレーオフにイースタン第7シードで進出した。プレーオフ1回戦で、 ディビジョン1位のセネターズを4連勝で破り、2回戦で、ブルーインズを4勝2敗で、カンファレンス決勝で、トロントメープルリーフスを4勝1敗で破った。ダラススターズとのスタンレーカップファイナルでは、第1戦を延長の末、ジェイソン・ウィリーの決勝ゴールで3から2で勝利した。第2戦に敗れ、第3戦も、地元で1から2と敗れた後、第4戦は2から1で勝利したが、 第5戦は、敗れて2勝3敗で迎えた第6戦、トリプルオーバータイムの末、ブレット・ハルに決勝点を許し、2勝4敗で敗れた。ただし、決勝ゴールの際、ハルのスケートが、明らかにゴールクリーズを犯しており、1999年、当時のホッケーのルール上は、攻撃側選手がこのエリアにいる場合のゴールは、無効とされていたため、スターズの勝利は物議を醸した。 その当時スターズの地元紙、ダラスモーニングニュースのホッケー担当記者だったキース、ゲイブデスラも、このゴールの妥当性に疑問を呈したほどであった。40ゴールを決めたサタンに加え、新たにピッツバーグペンディンズからセンターのスチュバーンズ、またキャピタルズからジョージュノーを獲得した。ミハルグロセクは自身最高のシーズン成績を収めた。1999から2000シーズン。 ハシェックが怪我のため35試合の出場にとどまり、新人のマーティン・バイアンが多くの試合に出場した。チームはカロライナ・ハリケーンズをわずか1ポイント差で上回り、プレイオフ出場を果たしたが、フライヤーズに1勝4敗で敗れた。2000から2001シーズン、ハシェックが怪我から復帰し、ベジーナ賞を獲得した。キャプテンのマイケル・ペカが契約のこじれからホールドアウトを行った。 チームは、ディビジョン2位で、プレーオフに進出、プレーオフ1回戦でフライヤーズを4勝2敗で、破った。2回戦進出を決めた試合では8対1と完璧な、勝利を収めたが、ペンギンズとの2回戦では地元で連敗した後、敵地ピッツバーグで連勝、ホームの第5戦も勝利して、シリーズ優勝まで、あと1勝となったが、第6戦、第7戦をいずれも落として敗れた。 第7戦では、ダブルオーバータイム終盤、ダリウス・カスパライティスに、決勝ゴールを許した。2001から2002シーズン開幕前には、ペカを、ニューヨーク・アイランダーズにトレードした。また、ハシェックとの長期にわたる契約交渉も不調に終わって、セーバーズはハシェックを、デトロイト・レッド・イングスにトレードした。チームは6シーズンぶりにプレイオフ進出を一致した。2002年7月、 チームオーナーでアデールフィアコミュニケーションズの CEO でもあるジョンライ、ガスが同社から10億ドル以上の資金を業務上横領した容疑で逮捕されるなどチームを取り巻く環境が急激に悪化していった。このためチームは短期間リーグによって管理運営された後2003年1月には破産申請をし、その後ニューヨーク州ロチェスター在住の不合で ニューヨーク州知事選候補者であったトム・ゴリサーノに9200万ドルで買収された。この後チームは混乱からの脱却を図り、ダニエル・ブリア、デレ・クロイ、ロリー・フィッツ・パトリックら若手の登場、躍進も見られた。2003から2004シーズン、カルガリー・フレームスからクリス・ドラリーを獲得した。チームはシーズン前半の不振から後半持ち直したものの、 レベルの高いノースイーストディビジョン再開に終わり、プレイオフ進出を一した。2004から2005シーズンは、ロックアウトにより NHL の試合開催が中止された。2005から2006シーズンは、コーリー・ライアン・ミラーや30ゴールを挙げたフォワード・クリス、ドラリーなどの活躍で、52勝24敗6、延長戦負けというイースタンカンファレンストップの好成績を残し、 リンディラフコーチは、ジャック・アダムス賞を受賞した。プレーオフでは1回戦でフライヤーズを4勝2敗で、下し、2回戦モータはセネターズを4勝1敗で、下した。しかし、カロライナ・ハリケーンズとのカンファレンス決勝までの間に、怪我人が増え、第6戦では、ジェイ・マッキーも怪我人になった。第7戦は4対2で負けて、シーズンが終わった。オフに、フォワードのジャンピエール・デュモン。 ディフェンスのマッキーラを放出し、ディフェンスに、ヤロスラブスポッチェックを加えた。2006から2007シーズン、セイバーズは、新しいホームジャージ、アウェイジャージを採用し、チームロゴもそれまでのレッドアイバッファローから黄色、青を基調としたバッファローのロゴに変更され、チームカラーも変更された。チームは、開幕から10連勝するなど、15勝1敗1。 延長戦負けというロケットスタートを切った。53勝22敗7延長戦負けで、プレーオフに進出し、ニューヨークアイランダーズを4勝1敗、ニューヨークレンジャーズを4勝2敗で破って、カンファレンス決勝まで駒を進めたが、セネターズに敗れて2年連続で、カンファレンス決勝で姿を消し、スタンレーカップファイナル進出を逃した。オフ、キャプテンを務めていたダニエル・ブリアが、 フライヤーズ、クリス・ドラリーがレンジャースに移籍した。2007から2008シーズン、中心選手2人を失ったチームは、39勝31敗十二延長戦負けでシーズンを終えて、プレーオフを逃した。2008から2009シーズン、ティム・コノリーと2年420万ドルで契約を、延長した。また、フェニックス・ーーから、ミカエル・テルクビストを、ドミニク・ムアを、 トロントメープルリーフスから獲得、アレス・コタリックをエドモントン・オイラーズにトレードした。チームは41勝32敗九延長戦負けで、わずか2ポイント差でプレーオフを逃した。2009から2010シーズン、ゴーリーのライアン・ミラーはアメリカ代表としてバンクーバーオリンピックに出場し、決勝の延長にシドニー・クロスビーにゴールを決められたものの銀メダルを獲得した。 この年チームは45勝27敗10、延長戦負けで、ミラーがベジーナ賞に、ディフェンスマンのタイラー・マイヤーズが、カルダー記念賞に選ばれた。プレーオフでは、ボストン・ブルーインズに2勝4敗で敗れた。2010から2011シーズン、2月に、チームキャプテンのクレイグ・リベット・ウェーバーし、彼は、コロンバス・ブルージャケッツに入団した。2月23日、 テリー・ペグラが1億8900万ドルでチームを買収したこと、チームをバッファローから移転させないことを発表した。この年、チームは43勝29敗10延長戦負けで、プレーオフに進出。プレーオフではミラーが2試合で完封する活躍を、見せたが3勝4敗で敗れた。2011から2012シーズン、開幕前にジェイソン・ポミンビルをキャプテンに指名した。 ヨーロッパで開幕したこのシーズン、アナハイムダックスをヘルシンキでロサンゼルスキングスをベルリンで破った。11月12日のボストンブルーインズ戦でゴーリーのミラーが脳震盪を起こし、その後9試合に欠場、続く33試合でわずか9勝しか上げられなかった。3月には14勝1敗3延長戦負けと好成績を上げたが、 チームは39勝32敗11、延長戦負けで3ポイント差でプレーオフを逃した。2012から2013シーズン、開幕前の7月にデレック・ロイとのトレードでダラススターズからスティーブ・オットを獲得した。このシーズンからロックアウトで3ヶ月開幕が遅れて48試合となったレギュラーシーズンでは2月20日に16シーズンチームの指揮を取った。 リンドラフヘッドコーチが解任され、ロン・ロルストンが公認となった。トレード期限にジョーダン・レオポルドをセントルイス・ブルースにロビン・レゲーをロサンゼルス・キングスにキャプテンのポミン・ビルをミネソタ・ワイルドに放出してドラフト指名権を獲得、チームの再建に乗り出した。チームは4月に発症したものの、 21勝21敗、6延長戦負けで、ノースイーストディビジョン再開に終わった。2013から2014シーズン、10月27日に、トーマス・バネックを、ニューヨーク・アイランダースにトレードした。チームは、最初の20試合で4勝15敗1延長戦負となり、11月13日に、ロルストンコーチは解任されて、テッド・ローランが公認となった。 ホッケーの伝道入りしているラフンテーヌを球団社長にティム・マレーを GM に迎えた。11勝25敗4に延長戦負けで新年を迎えたチームは1月にわずか4勝しかできず、ソチオリンピックによる中断を迎えた。ゴーリーのミラーとキャプテンの夫がセントルイス・ブルースにトレードされた。シーズン最後の20試合で2勝に終わるなど21勝51敗。 10延長戦負けでシーズンを終えた。ありがとうございます。